はい、久保さん、こんにちは。こんばんはかな。こんばんはになる前、夕方。でももう真っ暗なんですけどね。はい、夕方、あ撮ってるんですけども。気になる男、第106話ですかね。第106話であってますよね。あってますね。はい。ということで、106話ということで。前回、えー、稼ぎたいならプロになれ、プロに学べ、というね、えー、サムネイル。 とその内容ですね。その内容、まあ。脱写真、脱初心者ということで動画をいただきました。久保さんありがとうございました。で、その、それを受けてですね、それを受けて、まあ、最後にお題いただいてたんですけども、まあ、初心者じゃなくなることってなんだろうね、みたいなお話をしていただいたんじゃないでしょうかと、まあ、初心者でなくなることっていう初心者の定義と、で、これ、 今回に関しては YouTube ですね。YouTube の初心者の定義というのはどういうことなんでしょうかっていうお話していただ、お題いただいたんでね、その話をしようかと思うんですけど、ちょっと一旦それはまた最後の方に持っていって、一旦久保さんがね、えー、っと、スライドショーでちょっと作っていただいたんで、その振り返りを一度させていただきたいなと思うんですけども、前回のスライドショーですね。 105話ですかね気,の気になる男第105話の久保さんが作っていただいたあ自称初心者 YouTube に自称初心者 YouTuber に次ぐですかね初心者がもう初心者 YouTuber っていうジ <laughs> ャンネルもあるんじゃないかと一瞬思ったんですけどね初心者 YouTuber で売るっていうね <laughs> まあ初心者から出す初心者へっていうなんかそのくくりでも全然いけるような気がするんですけどねはい えー、自称初心者の人謙虚に見えて実は高慢チキっていうことも言っていただいたんですけどこれよく自分がやってた技ですね自分がやってた技まあ YouTube をやらなくてもいいんでいえ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 そのなんだろう私何もできないんですよっていう何も自分はできないんですよと言ってこう謙遜するというかなんだろうできないできないと言っといていろん逃げるというね逃げの一手打つっていうのがまあよく自分よくやってたなと思って。 例えば、日のち人,人からその話しかけられた時だって、それどうなんですかって言われて、あ、多分こうなんじゃないんと思うんですけど、初心者なので分かりませんみたいな、ちょっとやったことよ、分からないかもしれないと言って、こう、逃げの一手を打つっていうね、もう絶対にその、逃げの一手を打ちながら一言添えるっていうやり方で、まあ、責任を回避するっていうやり方をずっとやってたなと思っていて、まあ、その、それをやる、やり続けるところで何も、 プラスにはならならいんですけど、まあ、それでもその防衛反応というか自分を守るためにやり続けたことがずっとあったなあとずっと思いましたね本当にこれは。うん。まあ人にこう教える時はまああんまりそういうことは言わないんですけどあんまり人と話,し話す時はそういうの得意じゃ,が得意じゃなかったんで仕事はしきっちりやってたんで会社員の時も仕事に関してはあいくらでも。 このはっきり言ってたんですけど、仕事じゃない時ですね、世間一般のことは全然分かんないんで、多分こうこうなんじゃないかな、みたいな <laughs>。でも分かんないけどねっていう <laughs>、はっきりと物事を言わないっていうやり方をずっと通してきたような気がするんで、仕事というか、こうやって、なんだろう、会社の仕事もそうなんですけど、こうやって YouTube をやる、お仕事でこうやって、お金をいただいて仕事をするっていう時には、非常に自分はやりやすいですね、本当に。うん、もう、教えるって決まってるんで。 こうもう絶対にちゃ,んちゃんとした答えが相手が求めてるって分かってるんでそれに対してアンサーをまあなんだろうクエスチョンに対してアンサーを,を出すだけなのでそういうのも自分としてはやりやすいというところでうん何かどうでもいい責任ではなくて、まあ、仕事に対しての責任ですよねなんかどうでもいい話題に関してはいつももう分かんないんでいつも責任を回避してるんですけどね <laughs> はいまあそういうことで。 まあ初心者は秒で脱しろと。なんかちょっと表現が違ったかもしれないですね、これ。<laughs> 初心者は秒で脱しろ。なんて言ってたかな。ずっと久保田がなんて言ってたあの、一秒で、あ、初心者は一秒で終わりみたいなことを言ってたのかな。なんか、んか秒で脱しろって言いたくてただこれを言っただけなんですけど。まあ、このところ、このスライドショーの話ですよね。結局、その、人が学びたいとき、人が教えてほしいときって、どっちから、まあ、初心者から学びたいですか、プロから学びたいですかっていうだけですよね、単純に。 うん、で今これを見てる人が YouTube で稼ぎたい、まあ、YouTube でお金を稼ぎたいか稼ぎたいしかないのかな YouTube やりたい理由は他にありますかねなんか自分で情報を発信して自分の影響力をつけたいあそういう人もいましたね確か前自分の影響力をつけたいんで YouTube やりますっつってすげえがっつりなんか編集して1日5時間ぐらいなんか編集しても聞いたらそう5時間ぐらい編集してそれすごい大変じゃないですかいやむちゃむちゃ大変だよつって撮影も自分でやって ね、そこから撮影した後なんだろうそのい長い時間撮影してるそのどこのなんだろうコマを動画,動画でコマっていうのか分かるんですけどどこの場面を切り取るかっていうのをまず選定してそこからテロップ入れてなんかいろいろこう顔入れてとかやってるって言ってでもまあ多分10本ぐらいで多分挫折してますけどね <laughs> いやそれ続かないでしょうって話はしてたんですけどいやでもねって言ってたんですけどね。 はい。ということでと、YouTube で稼ぎたいと思うのであれば、思うのであれば、まあ、少なくとも初心者じゃダメでしょうと。まあ、そういうことですよね。まあ、ちょっとさっきの話の例は全く関係ないんですけど、<laughs> 関係ないんですけど <laughs>。はい。で、その、よくあるじゃないですか。うん、と問題解決のプロっていうのは、こういう、ううセリフなんていうこういうキャッチコピーがすごくいいんじゃないですか。プロにお任せ,お任せください。まあ、お掃除とかもそういう感じじゃないですか。 プロにお任せくださいと。問題解決させていただきますと。まあこういう感じでお金もらってるんじゃないですか。お掃除とか、あの、なんだろう。あなたのお部屋お掃除します。プロにお任せください。どんな部屋でもお掃除します。みたいな。そういうことを言う方に大体お願いしますよね。なんか、ちょっと汚かったら嫌です。みたいなね <laughs>。い言う人にお金を払わないんじゃないかなと思うんですけど。まあお金を稼ぐ。まあ要はお金をもらうっていう立場。お金をもらうっていうのかな。お金を払っていただいて、 そのお金を対価に自分が行動するなり、えー、そのお金もらった分だけ何かをするみたいな。いうんであればやっぱりプロにならなきゃいけないなと思うんですけどね。で、ここを出してもらいましたよね。久保さんの方で。お金を稼げる資格という方で。ちょっとせっかくなんで見ていきましょうか。一個ずつ。よいしょう。弁護士あ。あれ、これじゃない。<laughs> 弁護士。弁護士。弁護士とか、これまたなんかすごい。 なんか大変そうですよね。ちょっともう想像つかないですね。弁護士。あれなんだろう。なんか YouTuber でいませんでしたっけ弁護士って結構弁護士 YouTuber とか結構いますよね。なんかすごいなんか頑張って。うん。行政書士。行政書士もなんか資格、友達が取ってましたけどね。これもなんかすごい頑張って取ってた。あまあこの弁護士に比べるとそんなに難しくはないんでしょうけど。 で医者とかもこれ多分大学じゃない普通の大学じゃないですよねもうそもそもどっかの高校のうんどっからルートが変わるんですよねなんかもう普通の中学とか普通の高校行ってない気がしますけどねもう医師になるルートのなんか高校に行ってるような気がしないでもないんですけどねなん,かなんかそういうなんかそういうもう学校なんかもうなんか医者の卵みたいなのが集まるこう学校にこう行ってるような気がしないでもないですけどね。 あと、中小企業診断士とか、あ一応自分もいろいろ勉強はしたんで、こういうのもなんかや、取ろうかなと思ったんですけどね。ちょっと勉強してやめましたけど。<laughs> でもこれをね、何年もかけて、何年もかけて、何年もかけて、さらに試験に受かんなきゃいけないっていう。ね、そして何十万、何百万の費用をかけて、それでも稼げるかどうかはわからない世界っていうね。非常に厳しい世界ですよね。これ学校教育のさらに上っていう話で、だ学校教育、大学まで行っても大学の途中かもしれないですけど、 大学からさらにそのさらにその上のレベルですよねもっとこの上のレベルでお金を稼ぐっていうことをまあやっていかなきゃいけないのかなと思うんですけどねまあ YouTube であればそんな頑張んなくてもいいような気がするんですけどねなんかそうね頑張って国家資格国家資格、まあ、国家かどうかは置いといて資格資格って頑張んなくても、まあ、自分だってなんかこうお前は YouTube でなんだろう YouTube を教える資格を持ってるかとか、YouTube を教えれる証明はできますかって言われて、できませんもんね。まあ一応チャンネルがあるんで、一応チャンネル登録者何人のチャンネルは持ってますぐらいにしか言えませんけど、運営してますぐらいな感じでは言えないんですけどね。<laughs> そういう意味でやるとなんかちょっとあれなんですけど。 ともかくそのお金を稼ぐ過程、お金を稼ぐ過程を得るために、費用を、いろんな費用を払ってきた現実があると思うんですよ。で、ここは多分皆さんね、ここは頑張るそんなやったことない人は結構多いと思うんで、どっちかっていうとそれまでですね、それまで。それも自分が払ってないところだと思うんですよ。親ですよね、ここ。幼稚園だったり、今ちょうど自分の娘が小学校3年、あ2年生か、2年生なんで、今ここなんで、まあこ、公立かな。公立、どっちだろう。 私立高っこ,こんな、<laughs> こんな私立や、私立じゃないです、私立じゃないですね。うん。私立受けようとしたんですけど、なんかちょっと遠くて、電車に乗って通わなきゃいけなかったんで、電車に乗って通うなら、その電車の近くに引っ越さなきゃいけないって思って、ちょっとそれ大変だなと思って、今、公立の方、こっち行かせてるんですけど、だからもうここからもどんどん <laughs> 値段が全然違うっていうね、これすごいですね、これ。1000万かかるんですね、もう、小学校だけで。 さらに中学校高校大学と、まあ、どん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 お金がかかっていって、まあ、全部いろいろ公立行って知立ついて,ついてこ,うこういうルートをい、ね、ろんなルートを通ると思うんでこうやってまたこっち行ったりするんで、まあ、大体こ,ここまでは行かないかもしれないけどでここじゃ収まらないっていうのはやっぱ2,000万ぐらいやっぱかかるのかなと思うんですけどね単純に、うん、これが一般なのかなといろ、まあ、んなデータがあるんでこれだけじゃないでしょうけどね まあということで、その、で、これだけ親御さんがお金かけてくれましたと、まあ自分で大学4年、大学4年間でお金か、自分でやってる人もいますよね、奨学金で。うちの妻が奨学金借りて、まあやってたんですけど、まあ、結局払えずに最後は親にやっぱりね、払ってもらってたんですけどね。まあそうはうん。で、は言ってもやっぱりこの、ね、こんだけお金かけてもらってるのに、 まあ身一つでお金を稼げない人生ということで、自分もそうですだけどね、本当に。うんだ毎日その、会社に毎日8時間以上拘束され続けなければ、そのお金の糧を得れないっていう、じゃあ自分が会社を辞めた瞬間に、じゃあすぐに身一つでやれるのかっていうと、まあ全然ダメだと。こんなに、こんなに2000万以上払ってんのに、という現実が今あります。それは、誰しも例外ではないとは思うんですよね、これは。学校教育のルートを通ってきた方は。 ということでやっぱりこの1ヶ月で5万円とかその何だろうお金をやっぱ払うっていうのはやっぱやっていかないと結局やっぱりダメなんじゃないかなと思っていて、うん、難しいですよねここっていうのはもう払いたくないっていうんであればもうしょうがないんですけどただお金をもう今まで相当か相当なところねえー、払ってきてる払ってきてとか親が親御さんが払ってきてる上にさらにやっぱりもっと稼ぎたいんであれば その中小企業診断士だったり弁護士だと何でもいいんですけどこういうのにお金をかけるとちょっとこれぐらいどんぐらいキャンでも結構お金かかりますよね多分どれらいなのかなちょっとわかんないですけど50万とか100万とかそれ以上多分かかるんじゃないですかね普通にうん通信教育とか受けをするとその通信教育だともっと安いと思うし通おうとしたらタックとかあるじゃないですかタックとかレックとか自分も一回ちょっとタックとかレックとかいろいろ見てみたんですけどやっぱ通ったら高いですね通ったら でも、じゃあ、通信教育でできるのかっていうと、通信教育で本当にものになるのかっていうのは、普通に難しいところなんで、やっぱり、えー、しっかり集中しなきゃいけないのかなと思って、まあこ、これで収まるかどうかわかんないです。正直、これも全然わかんないんで、まあ。ということでね、今一応今回、誰もがあやりやすい値段で、えー、ちょっとやってみようということで、今ね、こう2週間で3000円っていうところをちょっとご提案させていただいて。 ご提案させていただいたただんですけどね本当に YouTube を始めたい方はやってみてもいいんじゃないかなとは思うんですけれどもさあここで、うん、と YouTube の利用者の定義ですね初心者の定義のちょっとお話ししようかなとは思うんですけどもそのやりたいやりたいと思って自分がそ YouTube をやりたいって思ったのは本当に思ってああじゃあやってみようって思ったの多分やりたいと思って1日とか2日ですね多分 うんあ,あ他の人がやってても別にやりたいと思ってなかったんでただあ,あなんかやってみればいいんじゃないですかって言われてああじゃあやるかと思ってとりあえずやったので多分1日2日とかかかってとりあえずやり方わかんないんでとりあえずなんか聞いてなんかなんだろう動画をアップロードするボタンだけ聞いてあここにあるんですねっつってでそれをやって。 た多分1日か2日ぐらいとりあえずそのやり始めたんですけどただそうじゃなくてやっぱり YouTube を始めたいって気持ちがあったけど全然行動にまあ全然っていう方があれですけど行動に起こさない人起こさなかった人いいと思うんですね1年も2年も3年もまあ仕事が忙しかったり何やだったりいろんなことがあると思うんでこれは人それぞれ事情がありますんで何とも言えないですけど。 ただそのやり始めれば何かが動き出すと思うんですね。やり始めればですよ、ね、このやり始めればっていうところが重要なんじゃないかなと思うんですけどでこのやり始めるっていうここのスタートさえこの始める際スタート切れればまた何とでもなるとですねこの熟成さんも言ったんですけどともかくがむしゃらな形でともかくやってみたとそしたら。 あとりあえず何とかなったっていうところなんでこの動き出した時点自分の定義としては動き出した時点でもう初心者じゃなくなるんじゃないでしょうかっていうところをちょっと思っています何かやり始めたらね実際に手が何かこう動かしたみたいな何っていうのはちょっとあれですけどでもちろん、えー、久保さんが言ったように、えー、毎日一本動画をフォローするっていうのが まあ一番理想なんですけど、まあ、それができる場合ですね、いきなりやっぱそれは難しいとハードル高いよって言うんであれば、まあ、5秒空に向かって動画を撮ってくださいと、まあ、今回体験プログラムに参加,さ参加していただいた方にはこういうお話をしたんですよね。まずは5秒動画を撮って、撮ってみませんかと5秒、5秒風景を撮ってみませんかと。ということで、まあ、自分がね、ちょっとやってみたんですよ、5秒。まあ、ショートっていう形になるんですね。要は60秒以内だと、 えっと、YouTube にアップロードする場合って、ショートで分類されるので、まあ、自動的にショートっていう形で分類されるんですよね。まあ、一度そのショートに上げてしまうと、その後、通常の動画かショートかって選べるようになるんですけども、はじめは60秒以内だと、書いておきましょうか。えっと、これが 60, 60秒以内だと、ショートっていう分類になります。ちなみにこの動画は5秒です。ちょっと出てないですけどね。5秒しか撮らないです。5秒しか。<laughs> ちなみにこれは5秒、5秒動画でございます。 で、5秒動画を撮ったんですね。で、どんな動画とか撮ったかっていうと、この太,太陽の写真ですね。太陽太。何も喋ってない。だから、いわゆるステルス YouTuber ですね。えっ、ー、と、声も出さない。<laughs> ただ風景を撮るだけってね。ただ太陽を撮るだけ。これは朝日かなこれは土曜の最太陽最高っていう感じでしたら、1500回もありましたね。そしてこれは今度は休日の夕方はたまらない気分ってって夕日を撮ったんですけど、これも1200回ぐらい待ってますよね。 で、今度太陽がないんで、今度夜になっちゃったんでよ、夜適当に動画を回して、これも5秒。か出そうって書いたら、これも500回回ってましたね。なので、これ結局全部5秒なんですよ。5秒。全部5秒です。で合わせて全部15秒ですね。3つで。はい、そんな感じなんで、まあ、とりあえず、やれば回るん今回るんですよね。ショートっていろいろ結構。でもショートってあんまりし気づかなかったんですけど、あ、意外と回るなと思って。 こんな感じなの。インスタみたいな使い方してますね。インスタで写真パシャって撮ってアップロードするんじゃなくて、単純に5秒の動画を撮って、えー、アップロードするっていう使い方を自分はしています。で、いろいろテストしてみて、回る回らないってあるんで、あ、これだと重要があるんだな。で、これでね、コメントがついてくるんですよ。うん。いい、いい、いい、いい眺めですね、みたいな。こんな、こんな感じでコメントつくんですね。いい眺めです。ちょっと今回スクショ撮ってないですけど、いい眺めですねっていう。 こんな感じでこうコメントがついたりするんで、ああ、意味があるんだなと思って。ということで、えー、こんな感じでね、もうやってみると非常に楽しいなぁと。まあ、楽しいなというか、まずはテスト、やってみることですよね。やってみることによっていろいろ変わってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、動画をアップすれば再生されます。まあ、再生されないこともありますけどね。で、これがその再生されると分かれば、再生されるとわかればね、これやろうと思いますよ。なんで、これ続けれるんですよね。あ、これ再生されんじゃんみたいな。 やってみたら面白い、まあちょっと面白いと思うんですよね。あ,あどん、ああこんなもんもあるのかって言って、自分もやってみたいと思ったりもするんじゃないですかね。それでいろいろやってみて、やってみたらやっぱり続けれるんじゃないかなと思うんです。まあこれがね、その人に対して、 すごい価値を与えるとか、その問題解決するっていう話になるとちょっと違うんですけど、まあこれ今初心者の話ですから、YouTube まだ全然やったことないと、アップロードもしたことない人にとっては、ここら辺が、えー、ハードル、すごい一番低いハードルなんじゃないかと思います。ということで、今体験プログラムに参加してる YouTube と熟成さんですね。本当にこうやってね、ワンちゃんを写して、まあこの前もこの動画、前回もこの話なんですけどね、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんですね。 ワン,ちゃんワンちゃん動くんですねだからワンちゃんを <laughs> ワンちゃん動画撮ってるからこう動きながらまあ喋っていただいてるとまあいろんなね、えー、動画の話ですよね動画を始めたきっかけとかあ動画の動画をこれからやっていこうみたいないう話まあ挑戦の話とかねいう話をしながらもそれでもね結構これすご結構回ってんなと思ってすご,すごいなと思ってうんワンちゃんに重要があるのか一体何に ハここラフィフィっていう単語に重要が、ちょっとまだここまで分析はしてないんですけど、一体な,なんでこんなに回ってんだろうっていうのは、ちょっとワ,ワンちゃんでも可愛いですけどね、どうでもいいですけど。<laughs> まあ、ということでねこ、家にペットがいるなら、まあ、別にペットを写しながら喋るっていうのも、まあ、あるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。はい、ということで、熟成のワンちゃんも再生されてますと。 ということで、えー、動画アップできれば初心者脱却の第一歩となると思いますのでね、まあ、初心者っていうのはどういう人かというと、動画をアップできてない人で、初心者を脱却した、する人は、えー、動画を、ね、アップできた人、そして継続して、ね、アップしようとしてる人になるんじゃないでしょうか。ということでね、まあ、全然やり方が分かんないとアップロードの仕方も分かんないっていうのであればね、えー、先ほど説明した あの3000円のプランですね。3000円のプランの方にやり方とか全部詰め込んでいるんで、これ多分見たら多分アップロードは誰でもできると思いますんでね。ぜ、ま、ひ、あ、興味があればお問い合わせください。はい。ということで、気になる男第106話ですね。106話。こんなところで終わろうと思います。ありがとうございました。そして、気になる男第107話ですね。第107話、久保さん、またよろしくお願いいたします。はい。どうも、含め YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。